東国の宮家急造本、源氏物語とは、源氏物語の写本のこと。本写本はかつて、東国の宮家の所蔵であったと伝えられているために、この名称で呼ばれている。本写本は54条の揃い本である。現在は、国立国会図書館の所蔵。写本の有志に押された日付印により、1970年2月7日の、受納とされる。 本社本は、東国の三宅旧造本であると伝えられてはいる。ものの、本社本自体にそのことを称するような造書院なども、なく、また本社本の伝来を指す文書等も存在しない。美しい模様が描かれた紙に書かれており、皇帝の跡や、注釈の記載はなく、本文のみが記されている。奥書き、式語はなく、書者者は不明。 本社本の本文は、青病紙本系統であり、青病紙本系統の社本中では、独自異文も含まれるものの、三上二種化本に最も近いとされる。現在までのところ、本社本の永遠本、本国本は作成されておらず、後本への採用もない。130本以上の源氏物語の社本の情報を集めている、池田機関編、源氏物語受点下巻に収録されている。 大津祐一、書本会題にも触れられておらず、これまで本格的な調査研究をされることがなかったが、近年本社本が少なくとも、その一部で得意な本文を持つことが注目され、進出の全本として紹介されるようになっている。紫城の父親である宮について、同人が表部境遇から式部境遇になるのは少女末期であり、実際例えばそれ以前の、 身を尽くし巻きや、絵合わせ巻きでは、表部境遇となっているのであるが、それよりさらに前のよもぎう巻きでも当然、表部境遇となっていないとおかしいところであるが、ここでは、青表紙本をはじめとするほとんどの写本で、式部境遇と表記されており、古くからこれを、不審であるとされてきており、古くから知られている写本では、小白本の身が、表部境遇となっており、魚物本、池田本、 三条西下本は、式に、兵を兵器している。このような本文状況をもとに、玉上拓也はあくまで、式部境遇が原型であって、表部境遇となっているものは改変した形態で、あろうとした。また、このような現象が生じたのは、末期女、年率の上では、少女末期より前になるよもぎう末が、末期女、年率とは逆に、 少女巻より後に成立したためであるとして、玉かずら系後期挿入説の根拠の一つに挙げる、見解も存在するが、玉神拓也は、仮に、よもぎう巻が、候補の巻だとしても、そのような巻を書き加えるにあたって、登場人物の感触や、故障の変遷に注意を払わず矛盾することになるような、巻を書き加えるようなことをするだろうかと疑問を示している。 このような状況の中で、本、東国の宮家急造本、源氏物語や本社本と同様に近年になって、初めて学術的調査が行われた、大正大学本のようなこの部分が、表部境遇となっており、矛盾が存在しない社本がいくつか発見されており、浜口俊弘はこの部分を、表部境遇としている、本社本のような本文を、 従来の疑問が評価する適正な本文であるとしている。ただしこのような他の牧の記述との整合性を調べる方法による本文の質の判断については、安倍昭夫は多くの写本で複雑な異なりの様相を見せる夕霧牧の端末に記されている夕霧の子供の順序や母親の異なりについて他の牧の記述との整合性の有無をもとに 本文の質の良しやしを論じることの問題を指摘している。ありがとうございます。